そのビスクドールはラジオをする。僕その読んだ時に、うん、その若菜くんやらせていただいて共通というか、うん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 、なんか似てるところあるなって思いつつも、はいはい、若菜くんめちゃめちゃやっぱ純朴というか、ああそうですね、そうじゃないですか。でただ似てるとかいえ僕そんなにやっぱもう純粋なやっぱ人間じゃない。あそうなんですか。そうなんだ。若菜くんみたいな純粋な人あんまいないですよ。いやいや、まあまあまあね、同じ年齢の、ね、方たちはまあ、うんうんうん、もちろん若菜くんみたいな子いっぱいいるかもしれないですけど、確かにね、やっぱそれなりにこうちょっとずついろいろ経験してきて、はいはい、大人の階段登っちゃうわけですよ。はいはい、その結果やっぱちょっといろいろ知識もついちゃいますから。あそうですね、そうそう。だけどなんか読んだ時に、うんうん、なんかそんなこう汚れを全部こう振り落としてくれるような、振り払ってくれるような、確かに、そう感じをね読んでてすごく感じたんですよね、はいはい、いやでも尊い世界ですよね、うん、あの出てくる登場人物がみんなピュアピュアな、そう五条くんだけじゃなくてみんないい、あのマリンちゃんもさ見た目は結構本当にギャルで、はい、あなたすごいこといろいろ知ってそうねとか思いつつもそうですね、めっちゃピュアなんですよね。めっちゃピュアです。そう、なんかもう相対心が洗い流されるような感じがしますよね。読んでても、うん、演じてても思ったんですけど、はいはい、お互い妙なとこ恥ずかしがらないで変な確かに確かに、そうそう、そのなんか差がすごいなと思って、すごいですよね。そこ恥ずかしがるところ、ね、そうと思って二人でずっと言ってましたよね、意外なことが多すぎましたよね。いやここ恥ずかしいとこでしょみたいな。うんうんうん、ありましたありました。僕、はい、ちょっとオーディションの話をねしてもいいですか。はいはい、僕正直、はい、スタジオオーディション行って、はいはい、やって、はい、テストやってから落ちたってもうすぐ思ったんですよ。そうなんですか。それなぜかっていうと、はいはい、僕自身が純朴なのはちょっとじゃないっていうのは置いといたとしても、うん、その性格的なものというか、はいはい、なんかフィーリングがめちゃめちゃそのいただいた原稿とその該当箇所の漫画の部分、原作の部分がだけでシンパシーを感じちゃって、はいはい、結果似てるなと思ったから、うん、原作全部読み込んで勉強してっちゃうと、うん、自分に近づけてっちゃうなみたいな、役っていうより自分がただ自分が演じるだけになっちゃうみたいな、うん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 、若菜くんじゃなくて自分寄りの若菜くんになっちゃうのがすごい怖くて、はいはい、僕オーディション普段原作とか読んでくんですけど、うんうん、あるやつはでもいやこれ読まない方がいいと思って、その行ったフィーリングでオーディション受けた方がいいと思って行ったんですよ、はいはい、すごい。でそしたらテスト読んだら追加で読んでくださいって言われたんですよ。あーはい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 、ありましたね。おーって思って、うんうんうん、で、あの音響監督さんがね原作読んだってこんばーやれたんですよ。そうオーディション歌手じゃないから、あー、うん、でそうですね、あーこ今回に限って読んでないと思ってはいはい、で、あ、いや、あ、いやちょっと、あ、読んでないですいやそんな嘘つくわけにいかないじゃないですか。偉い、嘘つかないの偉い。すいません読んでないですって言ったら、トークバック入った状態であの向こうからあのいろんな人の声であーって聞こえてきたんです、そう、あーと思ってやだ、そんなんでもうやりたくない。でその結果その時点でうん、うんうん、落ちたって思ったんですよね。心臓がキュッとなるわ。そうなんですよ。でそっからちょっと経って事務所行って、はいはい、決まったよって言われて、うん、ってえ受けた役と違う役ですか。ああはいはいはい、はい、いや何言ってんのみたいな確かにあんま男の子出てこないし、そうだからまあ結果としてはフィーリングがやっぱ良かったんだなとは思うんですけど、うんうんうん、その時もう本番中はそうだから本番気が気じゃなくてテスト終わった後だったから冷や汗かきながらテスト嫌すぎるんですけど、うわーゾッとする話じゃないですか。そうなんですよ。お疲れ様でした。怖かったんですよ。よかった。本当に良かったと思って。うわ、よかった。うわ、素晴らしい。そうなんです。オーディションね、懐かしいですね。私は結構真逆でしたよ。え、あ、なんか行った時にやるじゃないですか。はいはい、じゃトークバックの時点でめっちゃなんか笑いが起きてて、でこっちめちゃめちゃ緊張してて、よろしくお願いしますみたいな、もう今にも死にそうな感じで言ってたんですよ。したらもうアハハハみたいな感じで声が聞こえてきて、え、何なんか読み間違いでもしたのかなと思って、したらなんか第一声に音響監督の藤田さんが、え、スウェタさんってさ、あの渋谷にいた高校生の時って言われて、いや田舎の方ですぐ家帰ってましたみたいな話をして、いやでもめっちゃ面白かったなっていう記憶がありました。めちゃめちゃいいですよね。そうそう、ギャルじゃないですみたいな